こんばんは、満月のおのみょんねえです。今朝の朝立ち観測、それから JKB 持続可能なボッケ力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったでしょうか。3つの課題の詳細は動画の最後と、この動画の下、タイトルの下の細かい文字のもっと見るのところ、ピッとストップピュって出てくるのでチェックしてみてください。さあ、今日のテーマは早漏に良い食事があるらしい。これ聞きたいですね。はい、早漏に悩んでる方どれぐらいいらっしゃるでしょうか。よし、はい、ありがとうございます。実はね、日本では 3.5 人に1人が早漏っていうぐらい、結構な割合の人が悩んでるんですって。多くないですか、 3.5 人に1人早漏で悩んでる。本当にね、意外に重要なこのおじちんの問題の中の一つ、早漏。これについては過去のね、動画でね、対策とか、トレーニング方法とか、流してるのでチェックしていただきたいんですけれども、今日は早漏に良い食事、これ知りたくないですか。もう最強じゃないですか、これまで知っちゃったらね。そんな都合のいいものあるの。勃起力に良い食事だったらまだある、わかるけど、早漏に良い食事、そんなのあるのって思いますよね。ちょっと信じられないかもしれないんですけれども、今日はなんで食事で早漏が改善できる可能性があるのか、ここら辺で、紹介していきたいのと、具体的に早漏に良い食べ物を紹介していきますねですね、セロトニンを増やす食べ物を取り入れて、早漏の悩みを食で解決しようじゃないか、スタート。はい、まず早漏の定義、これおさらいです。時間の目安で言うと、挿入後1分、1分以内に射精しまうことを早漏と定義しています。国際性医学会によると、早漏に対する悩みとか苦痛を感じているっていうことも早漏に含まれるんですって。だから1分とかね言ってるけれども、自分とかパートナーが満足できていないのなら早漏というふうに認識されるということですね。はい、で実はその早漏に大きく関わるホルモンがあるんです。それが幸せホルモンと言われているセロトニンなんですね。興奮をねもたらす作用があるドーパミンとかノルアドレナリンとかね、これらの暴走をね抑えてくれて、気持ちを安定させてくれる働きを持つんですよ。だからね、暴走しちゃうとブーンブーンってピューっていっちゃうじゃないですか。その暴走を止めるのがセロトニンなんですね。だからセロトニンが足りていないと、機関車の射精の暴走を止められないっていうことになるので、期待するよりも短い時間で射精してしまうっていうことが起きるようです。ちなみになんですが、日本ではね、2024年の1月現在認可はされていないんですが、世界で早漏の治療薬として唯一認可されている薬、ダポキセチンっていうのがあります。日本では認可されてない、世界ではされている。これがね、実は脳内のセロトニンの働きを増やすっていうものなんですって。ちょっとね、頭のかすたすみに覚えておくといいかもしれません。じゃあセロトニンね、増やしてくれる食べ物、これね早速お話ししますね。セロトニンと相性がよくって、効率的に生成を促してくれるのがトリプトファン。これもたびたび出てきますね、トリプトファン。このトリプトファンを多く含む食べ物を食べると良いということなんですね。じゃあ何かね、卵、乳製品、チーズ、牛乳、ヨーグルトなどなど、あと赤身肉、そして牡蠣、大豆、ナッツ類、バナナなどなど、めちゃくちゃさ手に入れやすいものばっかりですよね。で、勃起力に良い食材でもよく出てくるものばっかり今出てきましたね。だから一石二鳥ですよね。でね、実はこのトリプトファンっていうのは、自分の体の中では自然に作られることがない物質なんですって。だから自分の意思で積極的に取り入れないといけないっていうことなので、食べ物、これね今日のリスト覚えておいてください。あとはビタミン B6 も良いということなんですね。ビタミン B6 を効率的に取れる食べ物としては、ニンニク、それから魚介類、特に鮭、ヒラメ、マグロ、カツオなどなど、それからハーブ、バジル、パセリとかですね。そして果実、アボカド、ドリアン、栗、ちょっとこの果実はちょっと特殊ですけれども、これもね結構取りやすい食材ですね。でバナナ、これ実はいいんですよ。なぜかというと、トリプトファン、炭水化物、ビタミン B6、これがね全てバランスよく含まれているんですよ。で、単体でセロトニンが効率的に作れる最強の早漏予防食とも言われてるんですって。バナナ、最強の早漏予防食、覚えておいてください。
それからもう一つ大事なのが、この血中血の中のヒスタミン濃度を下げるっていうことが大事になってくるそうです。とある研究では、血の中のヒスタミン値が上がると、早漏を引き起こす原因になるという結果になったそうです。なので、魚介類、ナッツ、乳製品などなどが、このね、ヒスタミン濃度を下げてくれるそうなので、同じものを摂取しつつ、リンゴがね、特におすすめなんですね。ポリフェノールを多く含む食べ物というのが、ヒスタミンの放出を抑える働きがあるということでした。はい。なんかいっぱいね、成分の話、食材出てきて頭ちょっとごっちゃになってるかもしれませんが、早漏に良い食事のお話でした。本当にね、早漏はね、日本に 3.5 人に1人が早漏で悩んでるってぐらい、割と重要なおちんちん界隈の悩みの一つでしたね。で、そういう方たちは射精を我慢しやすくなるセロトニン、これを作るのに役立つトリプトファンを増やす食材、積極的に取り入れてください。トリプトファンは自分の体で勝手には作れないので、食べ物から取り入れる必要があります。あとね、血中のヒスタミン濃度っていうのも早漏と関係していると言われています。卵、乳製品、バナナ、リンゴね、手に入れやすいですよね。日々の一品に加えるのも良いんじゃないでしょうか。で、バナナは早漏最強予防食って、これもね、覚えておいてください。では最後に JKW 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題についてです。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって、勃起力に大切な男性ホルモンの分泌をサポートしてくれます。ジムに行けなくても一駅歩く、毎日一駅歩く、これね、一駅ウォーキングがおすすめです。2つ目が生活習慣の見直しです。今日話した食生活、睡眠、リラックスなんかですね。で、その中で足りない栄養素はサプリで補うのがおすすめです。ミョもおすすめのこちらのエールマカサプリ、これね、この3つの課題とも通じて、短期的じゃなくて長期続けることによって良くしていきましょうっていうところがね、私好きなんですよね。まずこれを飲んでいるとぐっすり眠れる、翌朝目覚めが良い、朝から元気、そして夜まで集中力が持つ、仕事の効率がアップしたという声をいただいております。さらには疲れが、疲労感が取れて、体が元気になってくることで男性活力もアップして、回数、持続力、満足度、これらがアップしたという声もいただいております。さらには仕事もプライベートも両方諦めなくてよい、両方掴み取ってやるぜっていう元気が湧いてきて、それがね、自分自身への自信につながるっていう声もいただいておりますので、とにかく試していただきたいんですが、最低でも3ヶ月は続けてみてください。今なら初回1ヶ月分を500円で購入できるキャンペーンを行っておりますので、必ずこの概要欄の URL から購入するようにしてみてください。3つの課題、3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。早漏にとってもリラックス大事ですよね。ただ心のリラックスってちょっと難しいかもしれないので、まず体のリラックス、体を緩めるっていうところをね、徹底的にやってみてください。お家帰ったらネクタイ外してスーツ脱いで、はーってリラックスしますよね。それと同時にパンツもふんどしパンツに変える、徹底的に体を締め付けない、下腹部、おちんちん周りを締め付けゼロにする、これね、騙されたと思ってやってみてください。ぐっすり入眠具合とか、翌朝のスッキリ度とかがもう全然変わってきます。最近ですね、人気 YouTube 番組令和の虎に出演させていただいて、このふんどしパンツ虎の皆様に試していただきました。その感想をね、いろいろおっしゃってくださってるので、ぜひ令和の虎チェックしてみてください。質問も悩みある方は私の LINE に連絡をください。私が直接お返事をしております。先行案内、限定案内なんかも LINE から行っておりますので、質問ないよって方もとりあえず LINE 登録してスタンプをしてくれると、私もスタンプをお支給します。インスタ、ツイッターで私の普段の様子をお流ししております。皆さんね、チャンネル登録してくれてますか？ありがとうございます。もしまだだったぜって方いらしたら、今すぐチャンネル登録しておいてください。ということで、次の動画までの宿題です。3つの課題をやってくること、ふんどしパンツ、令和の虎のチェック、そしてショップのレビューのチェックしてみてください。サプリのチェックもお願いします。最後に YouTube のチャンネル登録、次の動画まで課題忘れずにやってきてくださいね。満月堂のみょんねでした。バイバイ。